皆さんこんにちは、無課金プロスペース研究家のポルテです。今回は TS の最終ボーダー予想と消費エナジー予想もね、まあ、ざっくりとですけど紹介していこうと思います。まあ、今 A ランク確定スカウトが来ておりますので、まあ、これを引いてランキングをね、まだ走ってない方も、まあ、今からなら間に合うっていうギリギリだと思いますんで、まあ、走るとしたら今日中にってところで、まあ、この動画見て最後ね判断してもらえばいいかなと思っています。ということでやっていきましょう。はい。で、先ほどですね、ツイッターの方で、まあ、今日の14時ぐらいの時点に、いろいろとね、情報をいただきまして、今どのくらいのエールを稼いでいて、何エナジーの消費で、ボーナスはどのくらいあるのかっていうところを、まあ、いろんな方から、聞きました。まあ、8人ぐらいからの意見なので、まあ、正直ちょっとデータ数とは少ないので、まあ、なんとも言えないんですが、まあ、若干ちょっと微妙な進み具合で考えて紹介するので、ある程度の目安にしてもらえばなと思います。まず先にボーダー予想ですね。今2日経ってですね、48時間経った時のボーダーですね、今日がこんな感じになっておりまして、まあ、これと前回との比較をして最終ボーダーの予想がこんな感じになっています。まあ、昨日とちょっと変わりましたね。1万円が2億2738万、2万円が2億1443万、3万円が1億3469万エールっていう感じになっております。まあ、1万円と2万円の差が結構縮まってきた感じで、まあ、なんで、2万円のところですね、昨日よりも、まあ、なんかボーダー上がったな、みたいな感じる方がいるかと思うんですけど、まあ、とりあえず2億はね、行った方がいいんじゃないかってところは、まずわかるかな、っていう感じです。で、この最終ボーダーをね、予想をもとに、先ほどいただいた、どのくらいのエナジー数使ってるかっていう話で、でまず、10連を引いて走ってる方と、A ラン確定5連を引いてこれから走ろうと思ってる方で、今共通でエナジー予想していくんですが、まあ、10連引いてる方で、425%、選手ボーナスがあるっていう方のデータをいただいたんですけど、その方の場合だと1エナジーあたりで22万エールぐらい稼げるぐらいなペースで進んでいるようなことが分かっております。まあ、なので、まあ、ちょっと少なめで見積もって1エナジーあたり20万エールっていうペースと、まあ、早めで見積もって25万エールのペースで比較すると、まあ、消費エナジー、イベントだけの消費がこんな感じになってます。1万円が910から1137、2万円が858から1073、3万円が539から674ですね。まあ、なので、これを考えていくと、まあ、TS10 連ね、引いて走ってる方であれば、こんな感じの商品になりますね。まあ、プラス250するだけなんですが、まあ、このぐらいの商品になるかと思います。まあ、なんで、まあ、1400かかんなくても、全然2万円いけそうなペースになっておりますので、まあ、TS1 段にしては緩めな方なのかなっていう印象です。で、1枚と2枚の間も割と、結構近いので、これだったら A ランクもね、獲得するっていう意味で1枚を狙ってもいいのかなとも、今のところでは思っております。そして A5 連の方も、まあ、425% だったら、まあ、突ができればいいって感じですね。一応、まあ、パーセンテージとしては、A 角5連の方だと、まあ、このパーセンテージが確定ね、380% がまず確定だと思うんですが、まあ、そこで原突で、まあ、45% ぐらい上げていける方であれば、うん、A 原突4枚、B 原突10枚ぐらいですから、そのぐらい使えるのであれば、まあ、同じぐらいのペースで進めることになりますので、まあ、それだったら単純にプラス125をして、まあ、このぐらいの商品になるんじゃないかな、みたいな感じに思っております。まあ、なので、こちらも同様に、まあ、2万円だったら1200から、まあ、1250とか、まあ、そのぐらい目安って感じですかね。まあ、消費エナジー全体的には、まあ、10連も A5 連もそんなに大差ないと思うんですが、やっぱ A5 連の方がね、A ランクを単純に5枚ゲットできるってところは魅力的なので、まあ、消費エナジー一番少なくできるし、A をゲットできる点ではやっぱ A5 連で走る方がおすすめなのかなと思います。まあ、時間のない方であれば、まあ、10連すでに引いてるけど A をね、もう5連するっていうのも、まあ、時間短縮って意味と、まあ、A も欲しいのであれば別に悪くはないのかなと思うので、まあ、そこはまあ、ノリで決めてください。はい。まあ、僕だったらちょっとノリで引いたくなっちゃいますね。はい。で、これから走ろうっていう A5 連をね、引こうと思ってる方も、まあ、このぐらいの消費エナジーと、あとボーダー予想になりますんで、まあ、それを見て判断してもらえばなって感じです。はい。で、最後30連を引いた方なんですけど、こっちの場合はボーナスが、まあ、50% ぐらい高い方が多かった感じですかね。10連引いた方よりも。まあ、S とかね、当たったりするとさらにいいんですけど、まあ、TS の A ランクもね、結構当てられてたら、まあ、より高いかなっていう感じで、まあ、なんでこっちの場合だと1エナジーあたり、まあ、25万エールペースは全然いけるかなって大半の方がね、それは全然 OK で、まあ、31、2とか言ってる方もいたんですけど、
まあさすがにちょっと煙突結構進めてる方っぽかったので、まあ28万 L ぐらい、25から28ぐらいの幅で考えるとこんな感じの消費イベントだけで、まあプラスガチャとね含めていくと全体だと消費エナジーこのぐらいになるかなっていう感じです。まあ30連引いたとしても、まあ1600からね、多くて1700とかそのぐらいかなと思いますんで、一段にしてはやっぱり緩めだったのかなってところはわかるかなと思います。ということで、まあ、今回ね、走ろうと思っている方、走ってる方向けの話は以上になります。まあ、今のね、やつまとめてみるとこんな感じ。まあ、全体的な消費数ですね。ガチャも含めての消費エナジー数なんですけど、まあ、ランキングって大体こんな感じのイメージだと思います。まあ、そのね、段によって、まあ、ラインナップとか時期とか、そういういろんな要素がありますんで、全然消費エナジー変わってくるんですが、まあ引き方によってこのくらいね差が出てくるよみたいなところで、今後ランキング走ってみようかなっていうね方の参考になればなと思っております。で、ついでに、まあ、別にランキング走ってる方も走ってない方も、まあ、同じくの話なんですが、まあ、微妙、もうほんと細かいコツですね。まあ、視聴者の方が意見いただいたんですけど、この、負けないための対策で、この対戦相手更新ですね。オーダーでレベルマックスの選手ができた時に、まあ、大体オーダー変更をするじゃないですか。その場合って、このオーダー変更したスピリッツを、まあ、相手がね、合わせてくれない状態になってしまうので、そういう時にこの対戦相手更新ですね。これを使うことによって相手がスピリッツ合わせてくれるので、まあ負けにくくなるよっていう、まあ通常のスピリッツさんに、スピリッツさんに抑えてくれるよみたいな、そういう機能なんですが、まあこれを使わずね、このコインも無駄にしたくないという方で、これも使わない方法がありまして、まあ、教わった通り話すんですけど、まあ普通にこの試合をして、例えば今画面ないんですけど、レベルマックスの選手ができましたって表示がまずね、見つけたとします。あ、じゃあオーダー変更しなきゃみたいな感じになるんですけど、その場合、この応援団員を入れ替える画面ですね。この画面になったら、ここで団員を入れ替えてしまうとダメで、この画面からオーダーのね、画面のボタンを押してください。そうするとオーダー変更画面に来ますんで、そこでまた、今ちょっとね、まずあと D ランク多めに入れてみたんですけど、本来は、まあ、ちょっと弱くなるよっていう意味ですね。レベルマックスの選手を入れ替えて、まあ、レベル1の選手とかを入れるみたいな感じだと思います。その場合ですね、オーダーめちゃめちゃ弱くしてスピリッツ結構減ったはずなのに、全然スピリッツさをね、ちゃんと調節相手がね、してくれるということになるので、まあ、対戦相手更新を使わずに済むというやり方でございます。まあ、ほんと細かいことですけどね。まあ、一応なんか、そういう細かいとこまで考えてんだなっていうね、そのちょっとすごく感心したので紹介させてもらいました。でちなみにまあ今の感じで、また普通のね、さっきのオーダーみたいに戻すと、まあ、こんだけ余裕が出てくるので、まあ、絶対負けたくないっていう方は、わざと今みたいな感じでね、D ランクを変更して、スピリッツ調節して、その後でまた通常オーダーに戻すみたいなね。これはもうね、めんどくさすぎるんでやる意味はあんまないと思うんですけど、まあ、そういう確実に勝ちたかったら、こういう手もありというところでございます。まあ負けちゃうとやっぱりエールボイトね、もったいないので、まあとりあえず負けないために、まあスピリッツですね、応援団員のたまにスピリッツ上げてくれる団員を選ぶとか、その辺も若干ね、注意しながらやっていくといいんじゃないかなと思います。それでは最後、Aランク以上確定スカウトを引いて終わろうと思います。まあこのガチャを引くことによって、イベントボーナスが上がるので、まあそれによってイベントの消費エナジーを減らすことができます。まあ、なので3連がおすすめです。無課金でも。エナジー消費をとことん抑えていきたい方も3エナジーが3エナジー3連するのが基本おすすめとなっています。でもちろん S も当たる可能性のあるガチャなのでちょっとね期待しておきたいんですが、もう飛びもしない和田投手、和田投手いいですね。うん、まあ、この辺の引きもね、せっかく A ランクも集まるってとこもいいかなと思うので、やっぱそういった意味でも引くべきかなって感じですね。前回消費エナジーガチャなしだと74かかったんですが、まあガチャありでもね、3連でも、まあ、75エナジー使って、まあイベントの消費ゼロとかになるんで、まあ、合計消費エナジーはほぼほぼね、変わらない感じなんで、それでね、A ランク引かない手はないと思います。うん。さあ、S ランクが来ないな、飛んでくれて、ないね。まあ僕これで引いたことはないんですけどね、S ランク。足立選手。さあ、ラスト行きましょう。で一応まあエナジー余裕がある方はもちろんね5連引いても OK です。さあ行きましょう。なんか2連だけ引いてなんかそれで消費イベントで10エナジーちょっとしかしませんでしたみたいな、そういうめちゃめちゃうまい方もいたんですけど、まあ、エナジー消費は一番少ないかもしれないんですが、まあね A ランクを10エナジーから15エナジーぐらいで獲得できるというところで S ランクは来てくれませんでしたね。お願いいたします。いい引きを。宮川投手OK です。はい、OK です。まあ、3連引いてみました。
で、注意点ですね。まあ皆さん大丈夫だとは思うんですが、確認で。今、選手枠を、わざとね、埋めてからガチャ引いてみたんですが、こうしてしまった時に、イベントボーナス対象選手が、ちゃんとボーナス反映してくれないんですよね。そこに注意点がございます。今、最後に引いた宮川投手がいないと思うので、今、こちら見てみるとね、プレゼントボックスの期限なしのところにいるので、そこで、ちゃんと選手枠に入れといてください。選手枠に入れることで、このボーナスが反映されるので、それがちゃんとできているか、このボーナスのところ、この画面を見てチェックしてもらえばなと思います。はい。というわけで本日は以上ですね。今回のように無課金初心者向けにイベント攻略、育成のコツ、効率育成などの情報を出していきますので、2回同じこと言ったな。はい。まあ、そういう情報を知っていきたい方は、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。で、Twitter では YouTube で話してない最新情報、補足のツイートとかしてるので、よかったら概要欄から Twitter フォローもお願いします。では、本日もご視聴ありがとうございました。